国内女子、ゴルフツアー、スタンレーレディース第1日8日静岡、透明 CC、6592アード。パー72賞金金総額1億円、優勝賞金1800万円、無観客開催前週まで3戦連続トップ10、入りしている、渋野ひな子、22イコールサントリーは 前半9ホールを2バーディー。1ボギーの35と1つ伸ばして回り。1アンダーで後半に突入した。前半終了時点で22位につけている。前半は2バンパー4で。6メートルのパットを決めてバーディーを先行させた。さらに8バンパー5で2つ目のバーディー。 日本から10メートル余りのイーグルパッドこそ外したが、50センチに寄せて難なく伸ばした。だが、直後の9バンパー4でボギー。第2打を4メートル余りにつけたが、下りのパッドは1.5メートルオーバー。返しの第4打を決められず、痛恨の3パッドでスコアを落とし、 表情を曇らせて折り返した。渋野ひな子は、前半1アンダー首位と6差で後半へ、国内女子ツアーは、第1ラウンドが進行中。渋野ひな子は2バーディ1ボギーで回り、1アンダー22体で後半に入っている。2バンパー、4で、約5メートルのバーディパットを沈め、 最先のいいスタート。その後はなかなかチャンスを作れずにパーを並べたが、8番パー5では2 4に成功し、2パットのバーディを奪った。しかし、続く9番パー4では2打でグリーンに乗せるも、そこから3パット、ボギーで、 フロントナインを折り返すことになった。7アンダー、単独首位に、小岩井桜。3だ、サニータイに、吉田優里。大佐智子。薄井玲香4だ、サゴイ隊には、山下みゅう渡辺彩香有村智恵、アマチュアの佐藤美優 ミュー秋秀学園日立子3年ら8人が続いている。連覇のかかる、稲見萌音は2アンダー13位対。先週の日本女子オープンを制した、勝南は1アンダー22位対で、ハーフターンしている。小岩井桜が単独首位、渋野日子は1アンダーで後半へ最終組が。 前半9ホールを終えた。賞金ランク2位の小祝桜が10番までにスコアを6つ伸ばし、6アンダーで単独首位に立っている。大里桃子、アマチュアの佐藤美優、菅沼奈々、吉田優里、薄井玲香 有村地形の6人が2打差の4アンダー2位につけている。賞金ランク首位の稲見萌音は、ここはやかと並び前半9ホールを終えて2アンダーの17位。渋野日奈子。前週にメジャー初優勝した勝みなみ。植竹希望が1アンダーの23位となっている。 前週2位の西郷真央。賞金ランク3位の西村優奈は、イーブンパーの35位につける。小岩井桜が、前半29、29& 吉田優里は、超イーグル。前週予選落ちの2人が、ープレイ連発国内ツアー、スタンレーレディスが、開幕女子ゴルフの国内ツアー、スタンレーレディスは8日。 静岡、透明 CC、パー72。6592ヤードで開幕した。賞金ランク2位の小岩井桜、ニトリは、前半のハーフで1イーグル。5バーディーの29をマーク。また、今季2勝の吉田優里、エプソンは、前半で1イーグル。4バーディー。 2ボギーの32で4アンダーを記録している。小岩井は10バンパー3はボギーとしたものの、この時点で単独トップに立っている。吉田は5バンパー4で、残り139ヤードからの第2打を8番アイアンで放ち、ピン、左手前に落ちたボールはワンバウンドして、 カップインした。文字通りのスーパーイーグルで。本人は、やったと、小躍り。同組の渋野ひな子にグルタッチで祝福され。稲見萌音、ね。勝みなみ。西村優奈による前組からは、すごい。ごちそうさまの声がかかった。小祝い。 吉田は共に、前週の国内メジャー、日本女子オープンでは予選落ちしたが、今大会は、いい滑り出しを見せている。次のオーディオビデオでお会いしましょう。